はい、皆さんこんにちは。今日はイギリス人の口癖といいますか、イギリス人がよく使うフレーズということで、 or whatever を取り上げたいと思います。イギリス人と会話してたり、イギリス人の会話を聞いていると、彼らが自分の何か意見とかコメントをした後に or whatever ってつけることが多いなって気づきました。なので今日はこの or whatever の意味と使い方について共有していきたいと思います。では早速ですが始めます。 Okay, thank you. So these two words, whatever, are always added to the end of a sentence. And when you use them is when you can't be bothered to continue listing similar examples. この or whatever っていうのは基本的には何か自分が話した後の最後につけますと。で、どんな時に使うかっていうと、何か最後に自分がリストを上げていって、何か物事とか何かの名前とかを上げていって、全部を上げきれない時、ちょっとここまで上げるのめんどくさいなとか、そこまで上げる気がないなっていう時にですね、たくさんのリストを上げる気がない時に、もうこの or whatever をつけて終わらせちゃいますと。そういうことですね。Yes. And usually you list two things and then say or whatever. ああ、何か話して2つの例を挙げた後に3つ目はもう or whatever で終わらせちゃいますと。もう3つ目に具体的な例は挙げないんですね。or whatever と言ってしまえば OK ということですね。Yes. So here are two example sentences. I'm always busy on Saturdays with life admin.Doing the weekly shop, cleaning my flat, or whatever. 週末はいつも忙しいんですと。まあ、例えば買い物に出かけたり、家の掃除をしたり、まあその他いろいろあります。こんな感じですね。Yeah. And then the other example sentence is, throughout the day, I snack on nuts, raw carrots, or whatever.まあ、2つ目の例としては、私は一日中ナッツとか、あとは人参とか、他のもその他のものを間食として食べてましたという意味ですね。Yes. So or whatever is a conversational phrase. You don't write it. The written equivalent is the abbreviation ETC. この or whatever っていうのは基本的には口語、まあ話し言葉になります。なので書き言葉で、この or whatever は何かっていうと ETC エトセトラっていうことがあると思うんですけど、この ETC は書き言葉で、 or whatever が話し言葉ということで、この2つは同じ意味なんですね。はい、いかがでしたでしょうか。では今日のフレーズは以上になります。また次回のフレーズでお会いしましょう。じゃあね。